ではね、最後 C ブロックに参りましょう。 C ブロック6組続けてどうぞ。時は2015年、人々は突如出現した怪物に苦しまされているのであった。ドーッドー、町がまた怪物に襲われている。誰か助けてくれ。私に任せろ。誰だ。トン本末転倒、本末転倒、本末転倒。仮面これ山頂。あなたは。私は肉気迫を撃つ本末転倒仮面だ。救世主だ。怪物を倒してくれるんですね。そうだ。私に任せなさい。はい。行くぞ怪物めぐる。どうしたんですか本末転倒仮面。昨日怪物を倒すためのトレーニングをしすぎて疲れて力が出ないが本末転倒だ。その通り。本末転倒、本末転倒。大丈夫ですか。戦えないんですか。そこの君、はい、私に本末転倒の話をしてくれないか。本末転倒の話。そうだ、私は本末転倒の話を聞くと体力が湧いてくるんだ。そんなこと言われたんで。いいか早くしろ。あ、そうだ、ヒーローっていつもピッチピチの服で来ますけど、あれじゃあ防御力が下がってますよね。その通り。しかも冬場は寒い。本末転倒、本末転倒。さあ、やっちゃってください。どうしたんですか本末転倒仮面。まだだ、まだ本末転倒ゲージが溜まっていないか。まだ戦えないんですか。いいから早く次の本末転倒の話をしてくれ。いいから早く。そうだ、売れてない芸人って生活のためにアルバイトばっかりしててライブに出れなかったりしますよね。その通り。私もそうです。本末転倒、本末転倒。これならいけるだろう。ガー、まだだ。まだダメですか。まだ本末転倒ゲージが溜まっていないか。もうないですよ本末転倒の話は。嘘だろ。本当です。本末転倒画面これにて終わりか。甘えるの。あんたいい加減にした方がいいよ。ヒーローを拾って住民に助けを求めるなんて、あんたが一番本末転倒だよ。その通り。本末転倒、本末転倒。行け本末転倒仮面。どうした本末転倒仮面。本末転倒ゲージが溜まりすぎて苦しくて動けん。本末転倒だ。来ちゃった。ごめんごめん。助けてー。あ、どうも。どうも。
じゃあもう一回やってくれや。はい、行くぞ。待てだな、マイキンマン。行くぞ、アンパン。アンパンマン。アンパン。何やったか役なんだ。アンパン。今やらない。アンパン。もうやらせろや。アンパンチやらせろや。ガムしたらもうアンパンチできへん。や。はい。もう一回やろう。はい。行くぞ、待てだな、マイキンマン。アンパン、上手。その手はもう、バイキンに侵されている。あお前はもう死んでいる。あーあーまたあわあーびし。なにこれお前、なんやこれお前、北斗の拳やけお前。アンパンマンからそれ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 でお前北斗の拳行っちゃったなお前。それすぎたでお前。ちゃうやん、もう俺の戦闘シーンとかいらん。戦闘シーンいらない。アンパンあげたいだけやん。それだけやった。アンパンあげたいだけやから、アンパンあげるとこだけやらしい。行くわ、アンパンじゃばーん。はい、ほーよ。ちょ、夜の匂いすごいわ。夜の匂いすごい、ちょっと断密的な夜の匂い。もう一回やってくれよ。アンパンマン、ありがとう。ああ、世界平和だったらアンパンマンでも食えよ。アンパンマン、もう一つちょうだい。もう一つ食いしん坊やな。バイキンマン、これ食べて。バイキンマン、ありがとう。お前まだ生きてたのか。アンパンマン違うんだ。仲直りがしたくて。仲直り。乾杯。お前なんか最後感動やなお前。最後感動したでしょ多分皆さん。してないから。ええちょっとでも全然できてないよ。だから最初に言ったでしょ、俺いいやつだから悪役とかできないって。やかましょ。アンパンチもええわ。ダンゴムシ。はい、どうもはじめまして、今日からダンゴムシです、お願いします。いや今日も漫才頑張ってかないかんな言うてるんですけどね、すいません。しっかりせえよ。何しようや、本気だし本気。違うよ。何ハモりたくて集中できん。マジか、お前ハモりたくて漫才集中できんの。大ごとやん。漫才やめろ、ハモろ。マジでハモろ。おおおい、やった。おい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 、どれどれ、やめて。ハイタッチできんだって初めて。うん、じゃあもうやめて。ついたもう決めよう。あ、そうだ、俺たちハイタッチするときはもう片手、うん、こうね、そう、覚えていて。オッケーオッケー。でもハモるって言ってもね、うん、何曲、何の曲ハモる。あ、もうね、俺一曲ハモりたい曲あんだよね。ええー、やん、うん、何え、ね、何、ね、どれ返して。何ここまで出てんだけど。いや、ここまでそれでもう出とるやん。ここまで、あ、そっか、違い前ええわ、うん、なんか歌が分からんの。曲名が分かんなくて、歌は分かる。分かんないやん、一回歌って、うん、俺分かった、何々って言おう。あ、なるほどね。歌ってワン、ツー、ヨー、アイルチワチューレリリリワ、ソーテルミーワチューレリリリワ、アワナ、アワイスガール。アワナ、アワナ、レリリリリリリリ、ジキジキ、ハレリリリリリリ、ジキジキ、ハやめて、ハツイ、やめて、歌詞全然知らんやん。ちょ、一回で洋楽は無理や。そう、曲変えろ、曲。じゃあプレイバックパート2とかでだいぶ変わるやん。うん、ええやん、それで行こう。あ、したっけさ、振り付けるよ。まあええけど何。いや、もうこれしかないっしょ。かっこええやん。だろ、モテるやん。した、な、行くよ。はいよ。ワン、ツー、まーた、間違ったわ。よっしゃ、やるぞ。うん、ワン、ツー、緑の中を走り抜けてく真っ赤なポッシュ。チャ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 、一人旅の私気ままにハンドル切るの。チャ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 、交差点では隣の車がミラーをこす歌とジャン止まっているからついつい私も大声になる。デルデンバグにしないでよ。ジャチャジャチャチャ、どっちのせいよ。ジャチャジャチャチャ、ちょっと待って、ジャスモーメンプレイバック、プレイバック。イエーイ。ハズハズ、何がノリがハズ。もうちょっとやめて、これも変えてよ。変えて。じゃあもうワインディングロードとかは。ええやん、最初からそういうのちょうだい。あ、こういうのだったな。こうしよう、ハモる、決まる、ハイタッチ、かっこええ。マジで？これで行こう、今日も出るぞ。よし、来たこれ。おい、ワン、ツー、曲がりくねった道の先に、道の先に続いてくいくつもの小さな光、まだ遠くで見えなくても、見えなくても、一歩ずつだ、それだけを信じて行こう。できたよ、イエーイ。うんうんうん。
してるつもりだ。黙ってや逃げられるとでも思ってんのか。俺は容赦しねえぞ。絶対口を終わらせてやる。4月12日午後10時お前どこで何してた。答えろ。4月12日どこで何してた。いいか、5つ数える前に答えないと俺は豹変するぞ。1 2 3 4 5。答えてくれって言ったじゃない。なんで表現するって言ったのに答えてくんないんだよ。せっかくダンディーでクールでセクシーな感じでやってたのに。俺は表現するって言ったのに。マイ、もっと答えやすい質問に聞いたよ。お前丸山という人間知ってんな。知ってるか知ってないかそれだけ答えればいいんだよ。丸山を知ってんな。5数える前に答えろ。そうしねえと俺は福山雅治のモノマネをするぞ。今時福山雅治のモノマネだぞ。やり尽くされてんだよ。見る方もやる方も地獄だ。だから5を数える前に答えろ。丸山を知ってんな。1 2 3 4 5。おい答えろって言ったら、おい答えてくれよ。おい福山だ。おい答えてくれるって言ったのね。あ、春はやってくれのね。おいや地獄だって言ったから。ブルブルブル。はい、こちら棒刺し。あ、そうだ、今坂口を取り調べ中だ。何？丸山殺しの真犯人が見つかった。犯人は坂口じゃない。ごめんなさい。
なんなのお前。勘違い勘違い。勘違いってなんだよ。お前なんで相方の豚かどうかわかんねえんだよ。記憶違い。お前ハイドンスクラップ落としてっつってさ、横に豚出てきて気づかない。おお、テレさん今日太ってますねっつってブーッ力が。バカじゃないの。ブーッ力が。落ち着いてるよ。園田監督だってね、あの柔道やってなかった。ただの園田。いや、やってても園田だよ。スポーツで名字は変わんねえんだよ。今朝雪降りましたけどね。あ、降ったね。冬の園田。くだらねえよ、お前。なんでこんな落ち前にそんなダジャレ入れんだよ。フリーしようちょっとふと思いついた。じゃああのね、はい、俺が言いたいのは、うん、選手にはこう愛情を持って指導しなくちゃいけませんよってことなんです。そうですね、愛情を持ってね、うん、そう内芝のような。ダメだよ、いい加減しろ。どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。はい、どうでした。いや、てかですね、あれちょっと待ってくださいね。後ろの方とか本当分かりづらくしていて、前の人あんま気にしないかもしれないですけど、まあ、ネタやってもらって、はい、その間真っ暗になるじゃないですか。で、僕と中谷さんとその向こうで座ってるんですね。今、彼らどんな感じで今日やってくれたんですけど、まあ、座ってくれてるんですけど、どう伝えればいいかな。ちょっと中谷さん、一回ちょっと座ってもらいます。
あのですね、なんかですね、すごく分かりづらいですよ。じゃあ、自分、俺やってな。僕が、じゃあ、ネタどうもありがとうございましたって真っ暗になりますよね。拍手みんなしてもらって、その後に道具を準備します。道具が終わりました。で、ちょっと一回道具出して。はい、道具、はい、道具持ってきました。はい、椅子。椅子ここ置きました。はい、置きました。で、ネタを次する人は座ってます。はい、戻って。こんなんやってるんですよ。見てないでしょ。知らなかったでしょ。しょうがないでしょ。いや、誰も得しないですよ、そんなことされても。狭いの。いや、関係ないよ。だとして、なんで長谷さんもハグしてたんですか。岩見の座ってるとこはいいんだけどさ、はい、俺の座ってるとこで、はい、寒いな。確かにそうですけど、隙間風でここがさ、なるほどね、だとしたら冷たくてしょうがないよ。シャンプーを言って温まってたんです、ね、そうあ、なるほどね。暖を取ってたの俺は。なるほどね。文句あり。じゃあ文句ないです。じゃあ中谷さんたち文句ないです。ただ僕の時ずっと僕こうされてたんですよ。こうされて、いやもうしょうがないですか、しょうがないですか、次しょうがないですか、ずっとしょうがないですかって僕言われてたんですよ。いやいや、しょうがないじゃあしょうがないねって僕本当に言いましたけど、全然しょうがないことないからかなかったからね、本当に。本当しょうがないよ。いやしょうがなくないですよ。なんでそっちに乗っかるんですか。本当にアゲドは回収しましたか。よろしいでしょうか。大丈夫ですか。はい、それでは今のうちにちょっと告知の方をしたいと思うんで、全員出てきてもらおうかなと思うんですけど、ちょっとまだドリンクとかお持ちじゃない方いらっしゃいます。頼まれてない方よかったら今のうちにですね、頼んでいただけたらと、はい、一応ここがドリンクの持ち込みがちょっと NG なんで、よければね、今のうちに多分最初にトラップかなんかもらってるかなと思うんですけど、ちょっと交換とかしていただけたらと思いますので、飲んじゃってください、飲んじゃってください。全然今のうちに飲んじゃってください、はい、はい。じゃあ今のうちにね、全員、今までネタやってもらった芸人さん全員出てきてもらいましょう。全員集合集合カモーン。何やってんだよさっきから。ヘッドホン取りなさい。今年はヘビ年。知らない、聞いてないか。ヘッドホンを取って言う。あ、この帽子いいでしょ。違うよ、ややこしい、もういいよ。どうどう思い分にしてるの。おちょこなしすぎるでしょ。何なんだよこいつ。あ、よかったよ。しっかりしてくれ。今手遅れ。聞こえてましたよ。やばい、分かってるわ。分かってた、乗っかってんだよ。乗ってたんですよ。分かるわ、恥ずかしいやろ。そんなこと言われていいんだよ。ほんま乗っかったんだから本当に。さあ、これもみんな出てきてもらったと思うんですけど、はい、告知がある方いらっしゃいますか。あ、どうぞ出てきてください。あ、どうぞ最初。じゃあランホーお疲れ様でした。最後大取り刻んでもらって、じゃあ告知の方があればお願いします。2月の18日なんですけど、はい、中野 V スタジオというところで、中野 V スタジオ、ファイブっていう、ファイブってね、オーダーなんてファイブ、ちょっとごめんなさいね、いらないわ、いらないわ、お前多分いらないわ、そうだな、滑舌が悪いから俺は補足しちゃうけど、お前も入ってくわ、どっちお前は先生ってないからしょうがないでしょ。ここ買ってもらうんですけど、2月18日中野 V スタジオファイブっていうライブがあるんですけど、それが同期5組で新ネタ3組ずつ、5組と、はい、お前喋っていいや。あ、俺タコ君折れちゃったよ。はい、プレゼンテーションの方を始めさせていただきたいと思います。2月18日ですね、5というライブを、ね、やりましたね。5組で3本ずつネタやるっていう、新ネタやるっていう、そんなライブになってまして、18時会場、18時半開演ということで、ね、素晴らしく面白いライブになってまして、僕らの、ね、本気も見れると思いますので、今日本気やってるやん、今日本気やってるやん、いつもより本気や
見えると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。めっちゃうまいじゃん。めっちゃ流暢に喋ったな。ただ、よどみなくて。ねえ、すごい。何も残らない。これ、BGM はちょっと欲しいかな。こちらのチラシ持ってきてますんで、はい、もしの興味ある方いましたら、そうね、帰りに渡しますので、ぜひ、お声かけください。お願いします。ありがとうございました。告知がある人いますか？あるか？じゃあ、ラジオランド前に出ていきましょう。はい、ラジオランドでした。お疲れ様でした。じゃあ、告知をお願いします。はい、告知の方ですね、2月のテキテストがですね、この前ありました。いや、やめよ。事後報告なんですね。はい、2月10日にですね、今週の日曜日ですね、OTL というお笑いテイクアウトライブという、はい、平均年齢18歳の、はい、お値段が300円です。お安い300円。ここうぜえよ、なんかなんかうぜえよ、なんか乗っかってくんね、もうちょっと発言ってくんね。しょぼちょぼテイクアウトだっかとか言われてもさ、ピンネタの解放感すごい抑制されてたからな。初めて一人で喋ったから緊張するよね。なるほど、分かる分かる。ごめんごめん、はい、はいはい、そういう感じで、300件で、はい、場所が、中野シェイプレスという、はい、はい、新井薬師前という、そうだね、で、時間がお昼で12時ぐらいの、12時ぐらいのざっくりしてるから。ブログとかやってないの？なんかその告知したらいいじゃん。ブログはやってるんですけど、知れません。女性のね、女子高生バスのアプローチしたんだよ。ブログがやってます。ラジオランドって調べていただければ、はい、やるんだ。ラジオランドの交換日記っていうのが、はい、やってまして、ブログやってまして、アメブロで、更新が、去年の11月ぐらいかも。はい、やってるの。じゃあ告知の意味はあんまなかったかもしれない。はい、やばい、11月までのブログ見てあげてください。さあ、お願いします。ライフランドでした。さあ、他はこっち側で、じゃあ、スクラップロボスの前に出てきてください。お疲れ様でした。スクラップロボスでした。はい、では、はい、告知お願いします。チラシが挟んであると思うんですけど、はいはいはい、かっこいいチラシ挟んであるでしょ。チラシが、あ、なんか漫才組曲っていう、ね、なるほど、派手なやつです。もう歌歌舞台を見せようか。誰のことだ。すごいね、人間に向いて、人間に向いて、ギャラリーギャラリー、おいじゃあ舞台なんかね。すげえな、人間の舞台なんかね。もうしたじゃん。あった、あと、まあ読んでください、それ。投げたね。3月1日、野方区民ホール。あと見られます。で、ビアードノーズもね、出ますんで。はいはい、相方が見れますよ。相方が見れます。うちの俳優志望の相方が見れますよ。なので、ぜひね、来るのかな。舞台が入らなきゃ。そっち優先なのね。なるほどなるほど。まあよかったらね、頑張りますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、行ってあげてください。お願いします。ありがとうございました。ちょっと、はい、ネタでちょっと、千葉さんのことをちょっといじってしまって、はい、申し訳ないと思って、頭まんべて YouTube にアップされてる。いやいやいや、やめとけやめとけ。ネタ風化ゲーム変わるからね。はい、ありがとうございました。さあ、他の告知等はございますか？大丈夫ですか？僕の告知ですか？じゃあ、いや、ないわ、ないわ、ないわ。じゃあ、さらっとなんですけど、3月に、ネット配信の番組が2本決まりました。おー、あと、映画も3月決まりました。早いよ。違う、そういう人はそういう人だけでやればいいと思う。そうだろうね。ブレてるよ、ブレてるよ。こんなん言われるから思ったからすごい言いづらかったんだけど。でもね、頑張ってたよ。自分の道を信じて進めばいいと思う。なんで上からやねん、ちょっと。つまんでね、つまんってどういうことです、はい、まだ詳細がまだちょっと決まってないんですけど、決まったらまたブログ載せようかと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、他大丈夫ですか？てかドリンクの方のご注文とか大丈夫ですかね？飲んじゃって、なんか飲み会のコールみたいな感じになってますけど、はい、大丈夫ですかね？はい、大丈夫です。お手洗いとか今のうちに大丈夫ですかね？もちもち多分結果の方が多分できてるかな。あ、じゃあ頂戴できますか。お願いします。さあ、これで発表していきましょうか。あ、小川さん、
アメリカ主導するな、お前。ごめん、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 優しい。いや、なんで一番いいなんだよ。ややこしいわ。いや、マスクは関係ないでしょ、もう。いや、あの、秘書だけ開けて吹かせるんだね。いや、いい、大丈夫、全然、そのまま一緒にいてくださいね。あとで、あの、ラーホの佐古くんが、あの、ジュースを送ってくれますから、ごめんなさいね。さあ、結果の方は出ました。はい、それでは A ブロックから発表します。 A ブロック第1位ラブリーモンキー。面白かったもんね。いや本当に止まってる、ちゃんと止まった。いやでもレンジの中移動パンクいかんじゃないの。止まってないです。やばいやばい、早く持っていって、持っていって早く自分も早く行かないと。本当に大丈夫ですか、大丈夫ですか。次のね、決勝のネタに備えて準備しに行ってください。頑張ってください。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。さあ、どんどん行きましょう。 B ブロック決勝進出者発表します。はい、 B ブロックインターバースライム。おだよね、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 忘れてました。すいません、だよね、だよね、忘れてました。分かったやったね。すごい、ここで聞くとすんごいパワーだね。だよね、だよねって。いや、よかった。たまに溜まってたんで。たまに溜まってたね。30分たまに溜まってたんで。ダウンで、ダウンで押していきましょうか。押していきましょう。わかりました。じゃあね、決勝の方楽しみにしますから、じゃあ頑張ってくださいね。はい、じゃあ行ってらっしゃい。おめでとうございます。さあ、最後 C ブロック決勝進出者発表します。はい、最後 C ブロック決勝進出者発表です。スクラップロボス。さあ、また見れますよ。よかったですね。ねえ、よかったです。さっきここで告知してね。はい、告知しましたね。彼がちょっと、最後ボケて、はい、言ったじゃないですか。帰り際にここで、はい、って言ってました。悔しかったね。いや、あれ、悩みだったんで、ファンを敵に回すから、笑ってくれ、でもみんな笑ってくれてたんで。何言ったんだよ。すごいいいなって思って。なるほどね。怪我したので、次で名誉挽回しましょう。はい、ね、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、頑張ってください。お願いします。さあ、それではね、3組出揃いましたんで、はい、さあ、その間、ネタのね、準備をしてもらうんですが、その間、ちょっとね、ちょっと遊び企画をちょっとやっちゃいましょう。やってみたロングショー。はい、皆さん、ちょっとね、お付き合いくださいね。今からネットでよく見る、踊ってみた、演奏してみたとか、でかい料理作ってみたなど、自分の特技を見てほしいこと、またチャレンジなど、皆さんに発表してもらおうかなと思うんですけど、はい、ただだらだらね、ライブででかい料理作られても困ります。そうです。なので、制限時間を10秒にしまして、はい、ゴングショー形式で思い思いの発表をしていただこうという内容でございます。ね、ということなので、皆さんとっととはけてください。はい、お願いします。急すぎです。とっととはけてください。押しております。時間が寒いけどね、ちょっと我慢しよう。ちょっとだけ我慢しようね。いや、全然ね、我慢しよう。さあ、さあ、まあまあね、10秒ですか。10です。まあ、多分ここのライブ何回か来たことがある人。あ、そうだよね、あなたね、演者さんやからね。ありがとう。どんなかも分かってるもんね。分かってますね。説明してるよ。あのさ、寒いからっつってここにいるのやめてもらっていいかな。外にいても寒いもんな。出た方がいいかな。あ、じゃあ次からダックルコート着てみる。そうだね、よろしくお願いします。ここ今日初めての方が多いんですか。初めての方が結構いらっしゃるんですね。はい、了解です。まあ、本当に、まあ、どういう内容か多分見てもらったら分かりやすいかなと思いますので、まあ、早速ね、見てもらおうかなとは思うんですけど、ちょっとね、足元暗くなったりとかするんで、ちょっと早めに座ってもらった方が、はい、もうちょっと待ちましょう。大丈夫ですかね。
よし、じゃあ皆さん、あ、中井さんちょっと準備よろしいか、ちょっと見てもらって大丈夫ですか。はいはい。日本酒と梅酒ロックを、みんな気合入ってる。大丈夫ですか。オッケーです。ララポートと言ってます。はい、ララポート、よく意味が分かりません。わかりました。それでは早速やっていきましょう。はい、1組目誰が何をやるんでしょうか。それではお願いします。カン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 いてあかん、おー、カンナムスタイル終了。はい、ありがとうございます。名店をください。はい、こんな感じですよ。ご理解いただけました。はいはいはい。あのこんな感じのものが、ひたすら進行されますので、はい、はい、皆さんはそれに、ついてきてください。よろしくお願いします。さあどんどん参りましょう。さあどんどん行きますよ。次の方何をやるんでしょうか。それではお願いします。相方の寒いと思うところを発表します。一回落ちたジュノンボーイを髪型変えて受け直すところ終了。はい、本当にナルシストなんだね。本当にナルシストなんだね。気になるわ。ただね、最初噛んじゃったからな、ちょっと惜しかったな。噛まなければな、よかったんだけど。どんどん行きましょう。どんどん行きましょう、はい、それではお願いします。どうぞ。終了。終了です。10秒だから、ごめんね。てか自分決勝じゃん。何やってんの。大丈夫。違う、ネタの準備に入ってください。ね、もう大丈夫ですからね。もう大丈夫ですからね。準備入ってから、入らないからいけないからね。じゃあいきますよ。どんどんいきましょう。続けてお願いします。どうぞ。どうもー、おぬる太田のお送りする好きな団地シリーズ、じゃじゃん、足立区の大谷田一丁目団地、見事なスキップフロア型です。終了。何を言ってるんですか。何の告知をしてるんですか。自信持ってんね。いや結構ああいうの好きらしいんですよ。僕めちゃめちゃ話されたことありますからね。本当。あれで2時間話しますよ。さあどんどん行きましょう。続けてどうぞ。あー仕事疲れたー。あ、すいません、それ1つ。あ、500円。あ、はい。あ、終了。なんだ。はい。どういうこと。いや、僕もちょっと正直理解ができないです。大丈夫ですか、お客様方、疲れてませんか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。まだ来ますから。もう先に言っときますけど、ただの茶番ですからね。いきます、どんどんいきますからね。そういうこと言っちゃダメよ。いきますよ。それでは、お願いします。どうぞ。全力でマイケル・ジャクソンをやります。あーおー終了。ちょっと時間がうまく使えなかったかな。気持ちよく終わりたかったけどな。あれはマイケルじゃないの。何だったんですか。何見ました。ジャネットボックス。いや一緒じゃないですか。わかんないです。あとでまた確認しましょう。どっちか聞いてみましょう。それではどんどんいきましょう。お願いします。です。小学校の時にめっちゃ受けた一発ギャグがあります。やべやべやべ、肛門崩壊しまったよ。終了。やめろよおい。何やってんだよ。小学校ですか。小学校俺は嫌いじゃないけどね、そういうのはね。いや、いや、はけてはけて。さあ、どんどんいきますよ。続けてどうぞ。あー、バイキンマンやシズってさ。誰？終了。誰？誰？どんどんいきますよ。続けていきます。それではお願いします。無茶します。終了。怪我するのはやめてね。怪我だけ気をつけてね。無茶はいいけど怪我はやめてね。本当に本当怖いわ今。ただ心配するだけになっちゃうから。いきますよ。どんどんいきましょう。それではお願いします。イケイケな、ボクシングのレフリー、レディーガガラオ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 ラ
レディーガガ、そこそこ、そぞくさと書いていた。逃げ足早っ。いいですね、今の。レディーガガ、好きなんでしょうね。じゃあ、どんどん行きましょう。それでは、お願いします。どうもオヌルオタのクイズル、好きな団地シリーズ。じゃじゃん。豊島区の豊島5丁目団地。終了。ちょっとまだ、これ V 字型のツインコリダー型まだ紹介してない。いや、もう2時間経っちゃうから、もうやめてやめて。分かったぞ。ただね、ただね、あの、じわりじわり振動していってますよ。じわじわ振動していってますよ。もしかしたらまだまだあるのではないのでしょうか。あるんですかね、ああいう期待しましょう。じゃあどんどん行きましょう。それではお願いします。どうもー、10秒ちょうどで僕が一番似てる有名人を言います。5、4、3、2、1、林真須美。終了ちょっと待って待って、ちょっと待って待って、赤、赤、今びっくりした。あの、お客様方から、あの、誰、ウィキペディアで調べてください。そうですね、僕らの口からは言えない。でも僕たちの口からです。ですら、しかも、あの、世界配信ではもうよっぽどですよ。びっくりした、びっくりした、本当に。じゃあ、じゃあどんどんいきますよ。それではお願いします。相方の嫌いなとこ発表します。漫才の中で歌を歌うくだりがある日は、だいたい朝の中で、今日喉の調子良くねえからネタ変えてくんねって言い出すところ。終了。そこまで言えたらもう好きだよね、逆にね。俺ライブ見に来たけどと気になってしまう。いや、本当に今日なんで来なかったんだろうね。見たかったな、ネタ。そうね、どんどん行きましょう。それでは、お願いします。一発ギャグします。はい、収録24だっけ、収録24、うん、そうやな、一発ギャグにモノマネもついてる。終了ちょっと何言ってるか僕分からなかったですよ、背中ぼしだったら。まあ、でもこういうことだよ。まあ、でも可愛らしいですよね、ああいうのはね、明るくて。さあ、どんどんいきましょう。それではお願いします。どうもー、ショッピーです。悲しみをスパーは幸せが訪れました。ハッピー、あれ、ショッピー。終了。何なんだ。若干ですよ、若干錦織圭選手似てるかもしれない、ね、ちょっと似てますよね。後でちょっと詳しく確認してみましょう。見てみましょう。どんなですかね、あの、決勝の人たちの準備っていうのはどんな感じですか。ちょっと確認だけお願いできますか。わかりました、はい。決勝の準備オッケー。聞くんだ。マイクちょっとせめてオフにしましょう。そういうの聞こえちゃってるから。はい、まだできてないんで。まだできてない。10秒選手権の皆さんは準備に当たらない。いや、違うじゃん。どんどん行っちゃいましょう。それ本当はどっちかと10秒やりたくて、なんかそんなこと言ってるじゃないの。大丈夫ですか。大丈夫です。わかりました。それでは行きましょう。お願いします。どうぞ。中学校時代の友人庄司君から授かったテンポのいい一発ギャグ。ホップステップ少年ジャンプ。終了。シンプル一部。ああ。納得していただけます。理解をしていただける。いや、でも大事ですよ、これが、ね。さあ、どうぞ行きましょう。続けてどうぞ。えい。中学校時代に、爆笑した一発ギャグあります。終了。終了。なんだよ。なんで急に敬礼するの。なんだろうな、中学生シリーズが好きなのかな。中学校に多分いい栄光があるんでしょうね。なるほどね。笑いの。わかりました。あと大丈夫かな。これずっと中学生シリーズとかそんな続かないから、まあいいや。どんどん行きましょう。続けていきましょう。どうぞ。あは、バイキンマンや。何にぶんねんの。終了。声になってないじゃん。だってなんだよ、そんな声出んのね。楽だよね、これ。何がそれ。楽じゃん、だってちゃんと真似しないで、はい、ちょっと仮声でやめれよ、出ばいいんでしょ。まあそうですけど、なんか中谷さんもなんかやりたいことがもしあればですけど、全然それは大丈夫なので。言うね。いや、わかる。いや、なければ、何ぶっこんできてる。いや、あればです、あればです。
ちょっと時間かかる。いやいや、あるんだよ。いや、全然大丈夫ですよ。なんか、はい、準備してもらっても全然大丈夫です。まあ、そのままどんどん行きましょう。はい。それでは、お願いします。どうぞ。任天堂マリオカート64で赤コーラを投げられた時のクッパのリアクション。終了。似てるな。似てる。いや、だからそそくさく書いちゃうね、そこね。逃げ足すごい。ちょっと言いたかったんですけど、もう決勝の準備 OK だったんですよ。OK なんで。ですか。あ、紹介できたかった。あー、マジか。あー、残念。あ、OK なんで。わかりました。じゃあ、最後1個だけね、誰が出てくるかわかんないですけど、最後1個だけ、はい、1個だけやって、決勝の方に行きたいなと思います。誰が出てくるかわかんないですけど、じゃあ、それでは最後の1人、お願いします。どうもオヌルオタのお送りする好きな団地シリーズ、じゃじゃん、横浜市の若葉台団地、同期の芸人の実家です。終了。もっと団地のことを分かってほしいな。いや、分かんないよ。満足か？満足です。オッケー。大丈夫、大丈夫。でも意外とみんな好きだからね、結構気に入ってるから。本当ですか？うん。じゃあ、これからも団地のこと言われてください。団地に頼む。将来、タモリクラブに出れるようになっちゃう。